大島洋平、首位打者とって村上の三冠王を阻止する、プロの厳しさを教える。中日、大島が7日、大阪府貝塚市で自主トレを公開し、迎える38歳シーズンは、史上最年長首位打者&盗塁王に照準を合わせた。ここからは何でも最年長という肩書きがついてくるので、それを目指す盗塁王は40走れば取れると思うし、首位打者を取りたい。今年こそヤクルト村上くんの三冠王を阻止してプロの厳しさを教えたいです。言葉の端々から強い決意があふれた昨季は終盤までタイトル争いを演じたが、打率3割1分4厘で4厘及ばず村上に譲った。2年連続の偉業を狙う村神様を止め、自身初となる首位打者のタイトルをつかむ構えだ。ようやっとる。これ去年の契約更改の時にも言ってたよな。プロの厳しさを教えてやろうと思ったら自分が教えられたって。自分の選手に厳しさ教えろよ。三冠取った後にそんな厳しさ教えられてもな。厳しさは最後にオリックスに教えられてたじゃん。でも村上本人は首位打者にはこだわりないみたいやね。本塁打と打点もキャリアハイ目指してるらしいし。村上が無双したら村上自身をもんないって、ライバルに名乗り出てるんやな。ええことやで。お前終盤村上と一緒に打率落ちてったやん。お前が村上に首位打者取る難しさ教えてもらったようなもんや。まあでも村上の三冠王阻止できるの大島ぐらいやろ。本塁打、打点は無理やし。こういうおっちゃんは応援したいわ。頑張れ。去年は村上からしても首位打者未経験の大島が相手で助かっただろうな。最後の方はもう誰がどう見てもプレッシャーに負けていた。大島って何気にレジェンドに片足突っ込んでるよな。3割6回、最多安打2回、盗塁王1回、ゴールデングラブ9回、もっと評価されてもいいはずや。まあ首位打者だけはわからんわ。ホームラン王、打点王なら数人くらいしか候補おらんが。首位打者に関しては佐野とかもおるしな。積み上げ型じゃないから三冠狙える能力持ちなら一番難易度高いまである。岡林も首位打者争いするだろうし、村上今年も三冠狙うなら首位打者厳しいな。来年も村上が三冠王争いする前提なのか、選手の目から見てもそれくらいやって当然扱いなのか。やっぱり大島の性格的に村上くんの三冠王は阻止したいですねくらいで言ってるのに、みんなマジレスしてて草。